だから俺的にはギャルかけ古着これ合うんじゃねえかと。合うと思う。カリフォー。別にね一着たり言ってないから。ちょっと待ってってミルクちゃん。ミルクちゃん？ミルクちゃん俺の仲間でしょ。汗かいてる。トムさんまずいっすよ下は。まあユキポーさん次第っす。声小さなったと。一回履いてみる。え？マジかよ。さあということで始まりましたダバンプ友のアメリカンチャンネルアメちゃんということなんですけれども、イエーイ、イエーイですよ。今日のゲストゆきぽよです。やっほーゆきぽよです。よろしくお願いしまーす。ということで意外だよね。意外でしょ。意外すぎません。意外やんねえ。俺と西野美希ちゃんのラジオにそう来てくれたのがきっかけで、なんか韓国好きじゃん。好き好き、めっちゃ行きます。でしょ。でアメリカ好きっしょ。めっちゃ好き。かぶってんのよ。そう結構旅行行くんだけど、そうストーリー行くと絶対トモさんからコメントくるの、で、なんか俺も近くにいるみたいな、なんでいつも近くにいんだよってなって。そうなんだよ。ミルクちゃん、ミルクちゃんやめてくれよそれ。早いよツッコミが。から今日のね、いつもアメちゃん撮ってくれるカメラマンのミルクちゃんですから。ミルクちゃんよろしくお願いします。そうそうそう、聞き直しちゃったよね、紹介された時にミルクって。そう、ミルク顔ではないのよ。全然ミルクじゃない。ミルクじゃない。面白い。何でしたっけ。そうそう、だから旅行行ってて、そう話をしてて、韓国いるよ、あ俺もいるよみたいな、え、アメリカいんのみたいな。そう、え、俺も先週いたんだけどみたいな。そういつも近いんですよね。そう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 。でね、そのおすすめスポットとかをそう、ね、教えてね、食べログとかグーグルよりもトモさんが一番参考になる。ありがとうね。トモログ、トモログ。そんなんねや。その流れから今回ちょっと YouTube コラボどうみたいな話になって、今回呼んだんですけれども、ここはどこですか。ここは原宿。原宿ですね。勢いがないやつ。でもやっぱギャルって言ったら本当は渋谷だよね。そうですね、基本渋谷で生息してます。そうだよね、まあ、うちらも若い時やっぱり渋谷にずっといましたから、ギャルリスペクトなんですよ。確かにちょっとギャル感感じますよね。トモさんギャル、ギャル味あります。あります、あります。あります。あるっしょ、はい、ギャル上がりっぽいもんね。 ありがとうございます。上がってはいない。上がって、上がってはいるんだけどね。上がってないとね。で普段だからその渋谷にいるゆきぽよをちょっと原宿に呼んで、新鮮で、原宿といえばやっぱ古着なんですよ。はい、古着、はい、はい、で古着今流行ってます、めちゃめちゃ、だから俺的にはギャルかけ古着これ合うんじゃねえかと。合うと思う。合うと思うっしょ、でしょ。合うと思う、確かに。で今日ここ原宿でもう本当めちゃくちゃ有名なベルベル人さん、聞いたことある。でしょ、ギャルでも聞いたことある。あ、マジ？ベルベル人は。ベルベル人、はい、だからここに本当に変な話木村拓哉さんとかやば来てますし、熱でここの椅子は河合たちチャンネルって河合くんのチャンネルで、藤ヶ谷くんと河合くんが座ってたこれ椅子ですから、熱っ。もうオープニング同じ絵です、これ。完璧完璧です。っていう中、ちょっと今日はベルベルディーニさんにお世話になって、最高ギャルかけ古着行っちゃおうかなと。やってみよう思っております。今日もアメちゃん始まるよをやってくれた。ジャパントモのアメリカンチャンネル。はい、ということで店内来ましたけれどもね、古着独特の香りがしますね。いい匂いだよこれ、今日はちょっとゆきぽよにあれでしょ、10月誕生日でしょ。誕生日。そうでしょ、知ってるね、さすが。入れてきてからもう前情報ね、できる男、ね、という中、はい、誕生日だから、はい、なんとなくこう古着がこう似合うんじゃないかなと俺は思ってて、ゆきぽよが値段を見ずによ、ちょっとこれ可愛いなというものをチョイスしてもらって、やっとそれをコーディネートできたらなっていう楽しみところで思ってますから。楽しみ。基本マルキューで出来上がってるからですよね。そうだよね。渋谷さんですからそこは。今日はちょっと原宿に。うわ楽しみ。ただもうやっぱ俺はギャルリスペクトなんで、やったギャルを残したまま古着をミックスさせたいなと。ギャル感残しつつの古着だっていう中、ちょっとゆきぽよが可愛いと思うものをチョイスしてコーディネート。ありがとうございます。ちょっと早速質問なんですけど、はい、なんかギャルって結構ザ・ギャルみたいな格好があるじゃないですか、古着って、ザ・古着みたいな、こういうアイテムとかってあるんですか。例えばスウェットとか、
パーカーとか。あ、なるほど、はい、結構古着っぽいフォルムの感じ。そう、とか、あとはだからね、上着だったらなんていうんだろう、スカジャンとか。これとかそうですよね、まあ、ちょっとこういうね、雰囲気、ジージャンとか、うん、なんかそういうものをがあるとやっぱ古着っぽい感じはするんじゃないかな。可愛いもん、湧いた、湧いてる、うん、湧いてきてる、早い湧いた、ね、瞬発力が半端じゃないね。湧いた湧いたという中、ちょっとね、今日は副店長のイエーイ野原さんにお世話になりながら、進めていければと思います。やった、偉い人来るよ、偉い人言い方な。ということで野原さんです、よろしくお願いします。お願いします。野原さん、これ何、全身コーデしていいってこと？まあいいんじゃない、うん、なんでミルクちゃんがいいって言うの？ねえ、でも早速これだよね、さっき言ってたスウェットのところだよね。そうだね、秋だからな。そうなのよ、もうこっから秋なの。スウェット欲しい。あ、もう決めちゃう。早いね、さすがだね。でも野原さんどうですか、このチャンピオンリバースウィーブあたりのおすすめというか、その流行りみたいなやつあるんですか？あ、聞きたい。あ、まあ、そうですね、やっぱこうプリント入ってるものの方がこう選ぶ人は多いですね。なるほどね、はい、でそれでまあサイズ感とかもバラバラなので、うん、まあ、ボディの色だったりプリントの色だったりとかっていうところで、まあ、お好きなものとかを選んでいただければいいのかなって思うところと、うん、なるほどね、はい、まあ、古着的なところで言うと、このプリントってあるじゃないですか、はい、こういうプリントで、こういうこうダラッとしてるラバープリントっていうものがあるんですけど。なるほど、違うね、強め、うん、とこれに関しては、はい、染み込みプリントって。あー、なるほど、だ違う。で、古着系のところで言うと、こっちの方がいいものとはされています。なるほどね、そうなんだ。なるほどね、へー、あ、そっか、染み込ませてるからね、手間がかかってるってこと。そうですね、そういうことね。あー、勉強になる、勉強になるね。タグとかもありますよね、だから。そうですね、タグで年代もありまして、この刺繍タグって呼ばれるものなんですけど、これで1990年代のものになってます。これ見ただけでわかるの？そうですね、すごっ。90、え、何年まで？96です。だからこの年代ってことでしょ。ダメだ、ダメだ。その10年の中のどれかなんだけど。同期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 なのよ。同期なのよっていう流れがあるんだね、だから。なるほど。ちなみにこの中だとどれが一番推しっていうか、なんかこれ若い子に人気みたいなのありますか？それもさっき出したこのカレッジもの、うん、ハーバード大学。え、わかる、ハーバードっぽいと思った。ちょっと待て待て、ユキポヨがハーバード、うん、エポくない、ま、ギャルがハーバードね、かわいい。なるほどな、そういうパターンか。これちょ、え、そう、なんか大学っぽいのがいいなと思ってた、ね、ちょうどそのコントラスト、大学行ってる、うん、高卒。ほらね、そうだよね。まあ俺、まあ俺もだけど。イエーイ。イエーイ。そうなんだけど、あ、まあでもそこのね、コントラスト大事だからね。そういういわゆるこうみんなが知ってるようなカレッジもの、うん、大学名とか入ってるものはやっぱこう人気だったり。これオフィシャル？あ、そうですそうです。え、やば。え、ちょっと待って、オフィシャルとかあるんですか？オフィシャルなんだ。いわゆる出してる。そうです。当時のその大学の学生が着ていたよっていう。え、惜しい。大学憧れ半端じゃねえじゃん。これがいいや。マジで。これはサイズ、うん、サイズ。サイジングはどうなんですか。これでサイズ S 表記にはなっているので、ただこの年代の、リバースイーブの作りとしてこうアームが太かったりとかっていう作りがあるので、うん、結構、ゆきぽよさんでも全然着れるサイズ感だとは思います。なるほど、ね、むしろちょっとダボっとするような。あ、本当だ、かわいい。ありじゃない？あり。ねえ。え、ハーバードがいい。ハーバード、うお、高み目指したな、おい。ハーバード以外何がある？なんか他のさ、すんごいやつ。すんごいやつ。頭いいとこ。頭いい大学欲しい。頭いいとこがいい。確かに、頭いい大学でね。頭いい大学知りたい。ハーバードですね。え、ハーバードめっちゃあるやん。カリフォルニアとか。いい。カリフォー。カリフォー。カリフォー。これは別にね、一着体言ってないから。ちょっと待ってって、ミルクちゃん。ミルクちゃん？ミルクちゃん、俺の仲間でしょ。ミルクちゃん、いいね。ミルクちゃん、俺の仲間じゃん。カリフォルニアいいな。カリフォルニア、ね。え、これサイズもすごく好き。大きめ。大きめ。ちなみにサイズ、3XL だけど。でかっ。でかいね。めちゃくちゃでかいと思います。あ、でかいね、これちょっと。あ、これ大きすぎるか。ちょっとでかいんじゃない、これは。大きいかな。大きいと思う。大きすぎ？大きすぎやな。さすがに。うん、さすがに。そっか。うん。でも全然履かないパターンみたいな。てか、ミルクちゃんにちょうどいいんじゃない？なんで、なんでそこでやり合うの？俺の方が入るってこともある。待って、待って。ぴったり。待ってって。へぇ。なるほどね。まあ、いろんな大学とか。そうですね。
大学の勉強してくればよかった。そうね。あ、ボストン。ボストン。ボストンいい。あ、これいいかも。え、でもやっぱハーバード好きだな。あ、でもサイズはこっちの方が好きです。うん、こっちの方がいいね。なるほど。この色も可愛いですよね。ネイビーもいいね。え、もう着ていける。もう着ていける。え、着ていくも。うん、めっちゃ合ってるよね。あむちゃん染み込み少な。そうなんですよ、染み込み自体がやっぱり物は少ないです。そうね、80年代の染み込みとかない。やめてくれ。あ、見るだけ見るだけ見るだけ。一応このリバースイーブの中でこうお店にあるものの中でいいものとされてるのが一応 あそこにディスプレイされてるもの。待ってください。うわー上にかかってる系。え、ミシガン。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 どれ？あ、ミシガン黄色？ミシガン黄色。やば。ミシガン可愛い。ミシガン。これ何？フォーデ。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 英語やってるよね最近。今最近やってるよね。英会話言ってるんですよ。やってるよね英語ね。下手くそすぎてもう先生に笑われちゃってるずっと。いや、上にあるのやばそうだね。上にあるのやばそうだね。やばそうじゃない？ちょっと待って待って。これ可愛い。一回取って。だー。ダートマウス、ダートマウス、ダートマウス大学っていう。あ、それも大学なんだ。汚い口かと思った。やめて。XL ですね。90年代。90年代 XL。これ染み込んでる？これは？これはラバープリント。え、ラバーですね。意外と。あ、じゃあ大丈夫だ。確かラバーだね。まあ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 。でもかかってっかな上に。確かに。そうね。そこなんですよ。怖いよね。怖いよね。でもやっぱ、あ。ミシガン見てもいいですか？はい、もちろん。ミシガンは…ミシガン、パーカーだね、これ。パーカー可愛いですね。ちょっと待って、パーカーはまた値段変わってくるよね。生地の量多いからね。そうだね。確かに。そうね。何年代だろう。これで、ちょっとタグが変わってるんですか？ 80 年代。ああ、80年代タグ。なるほど。80年代。プリントが。先輩やで。プリントはラバープリント。ラバー。ラバーね。え、でも、生地感超いい。うわ、めっちゃいい。これやばくないですか？これいい。汗かいてる。今値段がちらっと見て汗かいちゃった。え、ぴったり。まあでも、うん、良さそうだね。春夏秋冬いけちゃう。春夏秋冬いける。夏はいけない。一年中。一年中。かわいいな。これかわいい。これかわいい出ました。ハーバード。ハーバード。ハーバードもちょっと見てみる。なんかさ、ギャルがハーバード着てたらさ、ちょっとそれこそいい混合じゃない。いや、めちゃめちゃいいと思う。最初のハーバード。あ、最初のハーバードね。あ、なるほど。まあまあまあ、でもまあまあまあよ。うん、うん、これはまあまあ範囲内かな。なんかもう範囲内ってないよね。これちょっと合わせてみていいですか、うん、もう一回。ちっちゃい。ちっちゃいね。ね、うん、S だったらね、ちょっとちっちゃいですよね。どうなの女子的には。まあ、ダボっとする感じは出ないですけど、全然着れるサイズだとは思います。ね、なんかここがダボっとしたいなっていう。ちょっと大きめに着たい。少しだけ。なるほど。ということだったらさっき選んでいただいた方がいいかなと。野原さん、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 ね、比較しちゃうと。なるほどなるほど、なるほどね。ああ、ニュータイプ。ニュータイプ。これもちょっと大きいすぎるかもしれない。オフィシャルですか？そうです。オフィシャルかどうかめっちゃ気にするやん。大事。これ可愛い。ハリーポッターっぽいくないですか？確かにハリーポッターっぽい。あ、なるほど。あ、いい。悪くない。何年代？あ、80だね。80の XL。これいいですね。これで、これが？おお、なるほど。全然全然。なるほどね。全然よ。また変わってくるね。いいよ。わかりましたわかりました。なるほどね。はい、なるほどね。これ決まり。うっ、決まったね。スッと決まったね。今トップス、今スッと決まった。でもいいと思う。まだまあいいでしょう一旦ね。これ一旦、うん、これにします。これじゃあこれキープで、はい、お願いします。あむちゃん、せっかくだから全身やりた。よし、じゃあまあまあ一旦ぐるっと見てみましょうよ。ぐるっと、せっかくだからね。せっかくなんでね。パンツかわいい。パンツ関係、普段結構ジーパン履くことは多いでしょ。だって多いです、ね、多いけど、やっぱそういう何、育てるとか。なるほど。そういうのはしたことないです。マルキューです。マルキューだよね。マルキューさんです。マルキューだよね。そうだよね。マルキューさん。下行く？は？下あ、下の階があるの？ジーパン。おじゃ、え、野原さん、まずいっすよね、下は。
まあ、ゆきぽよさん次第っす。え、下の階行きたいよ、ね、だってね、ここに入るのはなんか上、トップスばっか見えるから、ジーパン見たい。イエーイ、下があるんだ。一回じゃあこれ下か、楽しそう。ちょっと下マジやばいからね、本当に。うわ、本当だ、すごい、秘密基地みたい。秘密基地だよ、マジで。下はマジでやばいよ、デニムだらけ。ちょちょ、ほんとここはマジで名だたる人来てる場所だからね、ほんとに。わあ、かっこいい。待って待って、やばー。だよこれ、すごい。これはマジやばいでしょ。下来ちゃってっけど、下来ちゃってっから、どれにしよう。ちょ待って待って、いいよ、じゃあここ1個だけ値段見ていいよ、ここのやつ。え、いいの？いいよ。いいんですか？値段どれか適当にちょっとここかかってるやつ値段見てもいいよ。え、じゃあ目の前にあるやつにしよう。はい、そのジーパンですか？かわいい、見て。あ、ちょっとね、まあいい、ペンキ跳ねた感じの、はい、それだから当時のペンキがそのままってことですよね、だから。そういうことです。え、作業中のペンキってことですか？おそらくそうだ。かっこいい。歴史が詰まってますから、やっぱこれをギャルが上から ね重ねていこう、重ねていくというね。見せて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 。え？10万。おい。ってことは？79万8000円。はい。税込み87万7800円。そういうことっす。そういう場所です。え、やばくない？だからもう上行こうぜってんの。そう。すぐ置いてもすぐ置いて。え？なんか軽々しくなんか歴史を重ねるって言って、すいません。すいません。反省はする。だから反省するの。もうほんとこの辺、ほらほら。そうなるでしょ。そうなるのよ、うん、やばい、やばいでしょ。だからここのエリアは本当にあの博物館レベルですから、やっぱり。すごいね。でも1個ぐらい持っててもいいよね。ね、こういうのね。ミルクちゃん。ミルクちゃん。ちなみに一番高級なものってどれですか？一番今ある中だと、ショーケースがあるまでやばいって、これぐらいの金額かなと思います。1,10,100,250万。声ちいちゃなったで。あんな声出てたの、声ちいちゃなったよ。広げるのありですか？あ、もちろんもちろん。いや、全然いいでしょ。だってね、全然古着屋に来て ね、これ見せてくださいよ、別にいい。いいですよね、いいよ、全然。見るだけはただだもんね。そう。見るだけ見るだけ。250万。ああ。広げないの。なんなの。一旦触ろうと思って。そう。一旦ね。え、これ、広げますか。すごくない？うわぁ、やばいよ、これ。綺麗だよ、状態が。逆にこういう高いものってなんだろう、スパーって綺麗なんですよ、うん、そうですね、当時の新品の状態、デッドストックって言われるものがあるんですけれど、それに近ければ近いほど、価値が高いとされています。なるほど、ね、なのでその新品の状態っていうのはもう全く色落ちとか水が通っていない状態なので、うん、デニムとしてはいわゆる濃い色の状態っていうことになります。え、新品未使用的なノリですか、当時の。かっこいい。これは未使用なんですか？いや、これは未使用ではないです。ちょっとだけ、うん、でもこの状態でこの今年代的に、まあ、革パッチで、はい、片面タブ、そうです、ね、これね、リーバイス裏がないじゃんこれ。あ、本当だ。片面タブ、うんうん、でこう31とか、この人気のあるサイズっていうことですもんね。そうですね、サイジング的に、はい、何年代のものですか？これは1951年ぐらいのものになります。大先輩やで、これやば。親より上。そうね、になりますよね。そうなるでしょう。がこの状態の綺麗、はい、うん、かっこいい、ね、いいな。一回履いてみる。え、マジかい。履いたらみんな止まったね。え、だって履くのは試着はいいですもんね。履いたらね、このまま買う。だから履いたらやっぱね、買わなきゃなって気持ちになっちゃう。なってくれよ。だから試着は試着で別にね、いいの、経験としてはね。いいんですか？もちろん。着たことないもん、こんな高い服。そうだね。だってマルキューだからね、そうだね、いつも。高くて1万6000円の服しか着たことないんだからね。250万だからね、これ。これは多分着ないな。怖くて着ないパターンだね。何があるか分かんない。一回差し出して。ありがとうございます。なるほどね。一番安いのは？
下はないんだっていうそういう探し方ないから一番安いのはここでそういう探し方ないそれこそサイズが小さくてとかで状態がちょっと悪くてダメージあって、ね、見たい、うん、確かにねパソコンが低くなっちゃうんですけど、はい、この辺とかは3万円前後全然違う違うね2万円ああそういうのもあるんだとかもありますなるほど3本ぐらい買えたねなんで200万引いちゃったやめてでもねダメージしててもそれが味っていうことですから全然気に入れば買えばいいってことですもんねそうです、ね、色の落ち方とか結構多いよありがとうございます、はい、色落ちの感じはいいよねいいじゃ色落ちこれってさ自然にできたってことですか？そう。かっこよくない？どうしてこういう色になるんだろう？聞いてみよう。なんでこういう色になるんですか？もうそれはもうどれだけ履き込んだかっていうところになりますね。はい、じゃあ誰かのすごいお気にだったんですね。そういうことなんです。そういうことだね。そういうことですよね。すんごいお気にだった。すんごいお気にだったんですよね。だこういう屈伸した時のこのシワとかがこうなってるってことですね。そうです。ああ、かっこいい。じわがって そこがもうどんどん擦れてなるほどねで誰かがこれを着るとその人にしか出せない模様が出るってことですねそうですすげーすげーそういうことです作りたいたまにこの後ろポケットになんか小銭入れのなんかちょっと跡とかありますよねはいはいだからその作業員これ作業服だから基本的に作業員がここに小銭入れとか入れてて、うん、それがずっと跡残っちゃってその色落ちしてるとかもあるから歴史的にあすごいか一気に好きになったデニムがだけど簡単には手に入れられないねそうなんですよだからね今はね帰ろ上行こ優しい、うん、上に行こなんかビビるわ帰ろ言われて帰ろ上行こ上行こおしゃれなんでやねんすごいなんでやねん私はまだ上の世界にいたいそうね上行こ上行こ次はまあ、何行くかな。なんかあれに合わせるなんかデニムは一回諦めた。なるほどね。一、うん、回諦めたね。ダボっとしてるから、ね、下はパンツでも大丈夫。確かに。そうね。確かにじゃない。そうだね。うん、そうだからやっぱ古着ガールにしたいわけじゃないので。チェックシャツ。あ、チェックシャツね。うん。可愛い。なるほど。シャツにしよう。シャツいいじゃん。シャツにしよう。なるほど。シャツおすすめ。おすすめのシャツ。シャツ。はい上の方見てんな、なんかねえ寝るシャツかなっていうところはある寝るシャツ寝るシャツ、はいこういうあー、チェックのね、はい、かわいい寝るっていうのは素材のことなんですかそうです、フランネルあ、フランネルの寝るか、はい、こっちかと思った寝るじゃん、それ寝ちゃってんじゃんえ、待ってえ、これだったらさ上色あった方がいいよねそうだねあった方がいいなんでミルクちゃんに聞くのなんなの今日初対面だよねファッションリーダー今日初対面だよねねミルクちゃんミルクちゃんえなるほどそれとどの色にするかっていうのかな一応チョイスしてたのはなんだっけグレーグレーのハーバードグレーのハーバードで赤プリだっけあそうだエンジプリント、はい、あと一応黄色のパーカーもあそれもそまだ生きてるの一応候補に入ってまだ生きてんだそれそれを上に羽織るんですよねなんかスカートっぽく下に巻いたら可愛い巻くあ巻くといいね、うん、いい発想これ良さそうですねね赤赤でハーバードには合うけど、うんうんうん、ポヨさんのこっちだったらさっきのミシシッピでしたっけミシガンなあミシガン川になっちゃった川になっちゃったミシガンだったらこっちの方がそう、そう、合いそうですねしかもこっちの方がなんかこなれ感出るっていうかなるほどねおっしゃしかもこのラインでオレンジも使ってるなるほど合いそうですね、どうしよう、まあ、だから今頭の中でどうコーディネート組んでるかやってる感じだよねそうですそうだよねでもなんかハーバードにこれだと結構普通っぽいっていうか確かにそうだね結構よくあるあるっていうか、うん、赤に赤合わせましたみたいなことになるよね、うん、やめた普通嫌いおっとおっとっとおっと大事これはどうですかあこれも良さそうですね確かに80年代だそうで
80同士80あ年代合わせるスタイルねこれはどっちも80年代です。お80、80な どんなブランドなんですかこの2つたちは。こっちに関しては、まあ、このネルシャツだけとかじゃなくて他のワークアイテムとかも結構多く出してるブランド でそれこそ、デニムのアイテムとかも多く出してます、うん、っていうブランドで、こちらファイブラさんに関しては結構もうシャツメインですね、うん、なるほど。シャツブランドって言ったらいいんですか。なるほど。そしたらやっぱせっかくシャツ取り入れるならシャツに特化してるところの方が副店長的にはどっちの方がおすすめ。正直こっちの方が色合いが珍しいです。わかる分かっちゃったすぐ乗った、分かっちゃった、分かっちゃってんね。センスあんじゃないやっぱ。あ古着センスいいっすね、うん、これにします。お、来たよ来たよ。かわいい。ちょっと待って俺に見せてちょっと、はい、おおなるほどね、なるほどなるほど。じゃあこれ一回キープで。これキープです、うん、これうん、かわいいじゃんこれかわいいじゃん、うん、これかわいいじゃん。あのちゃん靴、あとはあ靴はでも大きい。へえ。あ、男子すごい。ニューバランスがなんか細いね。ほんとだ、かわいい。男子のが多いのかこれ。そっか、だから昔のこのねコンバースとかも高いですもんね。高いものシャックテーラー関係とかは、そうなの。え、どれが高級なんですか一番。もうそれで聞いてこ、一番高級なの聞こう。やめてくれよ、もう遠回りしないダイレクトに。うわショーケース入っちゃってる。やばいやばい、ショーケースはやばいよ。やっぱ高いですね。12万8000円。なんで素直にね。いわゆるその昔のチャックテイラーって呼ばれるものになっていて、うん、古着界隈で黒ってやっぱり一発上なんですよ。あ、そうなんだ。珍しさとか金額とか、そうなんだ。なので黒チャックとかって言うんですけど、うん、黒チャックのこの上これレッドストックかな、多分こうすり減りが全くないので減ってないね、うんうん、未使用の状態レッドストックっていうのもあってこの金額に設定しているっていうところになりますね。よくこれがサイズが12なので30センチくらい。あ、でかいでかいでかい、でかい、はい、すぐ閉まってください。すぐ閉まってください。上着もあるか。上着パターンな。上着パターン、さっきさ、トモさん言ってたじゃない、うん、なんだっけ、スタジャンとか、スカジャンとか、スカジャン、うん、スタジャンとかね、スカジャン、スカジャンを見せてもらおう。ありますかその辺は。はい、なるほどね。なるほど。ベルベルジンさん、店舗によっていろいろ。そうなんですよ。アイテム変えてる。の方にがっつり置いてる。なるほどね。そうね。だからないよねここにはね。そうなんです。ないんだよね。うん、近いですか。やめてくれよ。ここで完結しようぜ。スタジャンもね。スタジャンだと何点かはあると思うんですよ。スタジャンだったらね、大学のトレーナーですか。大学？あ、私の大好きな大学。大学。え、めっちゃ可愛いじゃん。かっこいいね。え、かっこいいね。待って、どっちも可愛い。スイミング？スイミングスクールな、クラブなのかなこれ。そういうこと。そういうことだと思う。なんで昔の服ってこんなおしゃれなの？かっこいいよね、うん、普通に。なんか普通にだってうちらでいう中学のジャージみたいな話でしょ。そうそういうこと。かっこよくないですか？かっこいい。マジかっこいいんだよだから。え、これは何ですか？バスケ？あ、違うな。なんか柔道？レスリングか。なるほど。え、こっちかわいい。これいい、これいいね。裏はないか。へー。なるほどね。どこの大学、どっかの大学とかどっかのスクールってことですか？そうですね。だからアメリカのどっかのレスリングスクールのユニフォームってことですよ、だから。みんなが着てる。かっこいい。私、これにしよう。これもいいじゃん、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃんね。スタジャン俺も大好きだね。スタジャン可愛い。いいよね。硬い。うん、硬いね。うん。革？そうです、レザー、合皮のレザーだと思います。なるほど。これ大体何年ものなんですか？
てるボディがチャンピオンなので、かっこいい。言われてると、うん、50年代終わりから60年代入る、うえーポンポンポン、そうです、ランタグ、やばいじゃんこれ、はい、やばいじゃんこれ、かっこいい、はい、ポンポンポンじゃないやってマジ、ちょっと待って一回 見させて、全然こういうことね、大丈夫ですよ、値引きしないで値引きとかあんの、古着に分かりました、なんとなく見えました、え、はい、かわいい、コーデできた、うん、いいね、コーデ決まりましたね、決まったね、はい、コーデ決まりました、だいたい決まって、これじゃあ一回着てみたりした方がいい、着てみたいです、着てみよっか一回、はい、じゃあ今ちょっと選んだやつを、うん、じゃあ着てみましょう、オーケー、イエーイ、